はい、始まりました。本日なんですけど、今日も持ち物を見直していきます。手放していきます。今日もいろいろなものを手放しながら注意喚起をしていきます。皆さんが家で手放すべきものも今日出てくるかもしれません。気づけるかもしれません。なので最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。映画のレディースデーってなんで男はないわけ、なんで女性だけなわけ、どうぞ。早速始めていきます。まずはこちら。はい、こちらコースターですかね。コースターですかね。言い方いいよ。てかコースター自体あまり使いません。使います。こちらデザインが可愛いからね、買ってしまいました。安いしね、薄いから場所も取らないから、なんとなく持っていたけど、こちら手放していきます。ありがとう、コースター。コースターどっちでもいいわ。これからこちら、雑誌の付録で付いてきたニューエラの一応クラッチバッグかな。こちらは持ち歩いて使っていたわけじゃなく、家で捨てられない書類なんかを入れていたんですよね。先日無印良品さんでこちら自立収納できるキャリーケース A4 用、こちら買いましたんでね、こちらに重要書類は全部入れましたんで、こちらが空きましたんで手放していきます。なんかすごく一つにまとまってね、嬉しいです。しかもすっきりしまえてね、何か災害があった時にも命を最優先して、まあ余裕があったらこれをバッと持ってけばね、大切なものも持っていけます。買ってよかったです。こちらを手放していきます。っていうか聞いてください。こちら無印良品で買った写真を入れるアルバム、思い出の写真を適当にバラバラっと持っていたので、こちらに入れて整理しますって言ってたんだけど、いざ入れようと思ったら優先的に入れたいな、そういう写真がなくて、手が止まっちゃったんですよね。ピチャンって止まっちゃったんですよね。そのぐらい優先的に入れたい写真がなかったんですよ。だけどさすがに手放せないよ。動画もやってたらいつか使うかもしれないし、まさかの事態が起きました。報告でした。はい、それからこちら。はい、ウサギの首だけの人形ですね。怖いぞ。違います。こちら靴下です。汚いぞ。バッチリぞ。汚くないから、洗っているから。はい、こちらの靴下は頭がすごくなっています。なのでこちらを手放していきます。皆さんは靴下どのぐらい持ってますか？たくさん持ちすぎていませんか？昔から使っている靴下を捨てられていないんじゃないですか？穴開いてんのに持っていませんか？寒いぞ。靴下とか下着とかは履きやすいものっていうのがあるんですよね。だから長い間持ちがち。皆さんもずっと履いていないものとかがあれば見直していきましょう。でこちら手放していきます。ありがとう。来たの。汚くないから。はい、それからこちら。こちら DVD が出てきました。生き神、松田翔太さん主演のめちゃめちゃ感動する映画だから絶対見て、漫画もめちゃめちゃいいから絶対見て、よろしくね。はい、それからこちら。こちらは武器ですね。はい、人を傷つけるのは良くないよね。暴力反対。違くて、こちらカールアイロンですね。固定です。こちらね、自分がこうやって巻いていたのではなくね、僕がね旅行に行く前なんかにね、これを使ってね巻いてから旅行に行ったんですよね。今はもうやらないけど、引かないで、察して。こちら手放していきます。ありがとう。はい、それからこちら。こちらコストコでもらった袋ですね。コストコのカードを作った時にもらったものです。これはね結構大きいんで、服をリサイクルショップに売る時なんかにこれに入れて持って行ったんですけど、これに入れてリサイクルショップに持っていくほど売るものがない。もうよか。なのでこちら手放していきます。はーい、来た。今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。最後に手放すものいきますよ。こちら。はい、こちらです。こちらスカートです。可愛いでしょ。じゃなくて、こちら円形のマットですね。丸いマット。なんかこんなお菓子あったよね、真ん中にチョコが挟まってるやつ。はい、こちらのマット、こちらもう使わなくなって長いんだけど、どこに置いてあったかというと、こちら円形を半分にして押し入れの下の段に敷いていて、そこにズボンを置いていたんだよね。
なんとなく直接置くのは良くないかなと思って、部屋で使わなくなったけど、そこに逃がしていたんです。だけど服が減って、ズボンも減って、別に押し入れの真ん中の段に置けばいいかなと思ったんですよね。ズボンもね。だってズボンを取るとき低いから辛い。腰が痛い。体力の衰え、老化現象、オン。そう、疲れてしまったし、服もかなり絞れてきたので、こちらが不要になりました。このマットを手放していきます。はい、では今日手放すもの一気見せ。こちらいろいろ出ました。はい、かわいいコースター、手放す。ほい。はい、付録のバッグ、持ち歩いてはいなかったけど今までありがとう。こちら靴下2足手放す。こちらの個展も今までありがとう。生き神の DVD もう心に刻んだ、ありがとう。コストコでもらったバッグも手放す。それからこの大きいマットも手放す、ありがとう。はい、今日もいろいろなものを手放すことができました。すっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日も持ち物を見直すことができました。今日思ったこと、一生懸命勉強して一生懸命働いて、人は誰でも少なからずは成長していくもの。だからこそ持ち物も定期的に見直せば、今の自分に必要のないものが見えてくる。成長したからこそ買い替えたくなる時が来る。だから手放していく。そうやって手放したくなったことを、自分が成長したからだとポジティブに捉えていくと、自分に必要ないものが見えてきて手放しやすいと思います。買ったのにすぐ使わなくなったり、すぐに手放してしまう、そういうことだけは気をつけていきましょう。今日の動画が参考になったよ、気持ちよかったよ、私もモチベーションが上がったので持ち物を見直していきますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも嬉しいです。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。 Yeah.